ここで110周年記念祭典をですね、もう本当に素晴らしく盛り上げていただいた菊池義晴実行委員長、お話を伺いしたいと思いますが、菊池さんにはもちろんね、いろいろな苦労があったと思うんですよ。その苦労話の一つか二つ聞かせていただけますか。苦労ではございません。笠戸丸で最初に110年前に来た方々が我々以上に本当にご苦労なさって現在の日系社会を築いていただきました。本年度の移民110周年のテーマは皆さんに感謝です。感謝と希望。本当にですね、移民110周年は間の移民110周年と100周年に比べて影の薄いものです。しかし日系社会はやればできるんだと、そういうものを今回若者常勉と一緒にさせていただきました。募金活動もまた特別賞もですね、眞子さまや日本海、またブラジルの皆さんがですね、こんなに若者が立派にできるんだ、私は非常に感動と感銘をいただきました。皆さんがのおかげです。もいとぶりがある。ありがとうございます。苦労ではないとおっしゃってますよね。先日の新聞でですね、110周年を振り返ってという題でトップ記事が出ていました。座談会だったんですけど、山田県連会長が菊池さん一人に、ね、資金集めをお願いして本当に申し訳なかったというようなお話をしていらっしゃいましたね。菊池会長、ご苦労様でした。本当にご苦労様でした。それではここでですね、菊池義晴様、もう本当にぴったりの曲を一曲皆様方に聴いていただきましょう。遥かなる大地です。
りですね、菊池さんに。とっても上手でございます。本当に素晴らしいですね。まあこの、まあ、大変元気な健康にも恵まれて大変素晴らしいね菊池さんなんですけども、菊池さん120周年もまだ頑張ってください。お願いします、ありがとうございました。